ベレッタ M1918 は、イタリアで開発された、短期関銃である。正式名称は、モスケとアトマティコベレッタモット、1918。M1918 は、ベレッタ社のトリオマレーン号に義士によって考案された。基本的な設計は、M1915 機関銃を単装とした上で、ベテルビタリ M1870。 87小銃の重傷 M91TS カービンの折りたたみ式スパイク型銃剣を取り付けたものである。はい、鞘口は断層の下側にあり、射手が誤って握らないように突出している。トリガーメカニズムは回収され、小銃と同様の引き金が設けられた。その他、レシーバーなどの主要部分は M1915 とほとんど同型だった。m 1 9十五は、 もともと航空機関銃として設計されていたため、発射速度が約1500発、分と非常に高く、地上戦での使用に適さないと指摘されていた。そのため、M1918 の発射速度は900発、分まで落とされている。当初はフルオート射撃のみ、可能だったが、後にセレクタレバーやデュアルトリガーを組み込んで、セレクティブファイア機能を追加したモデルも設計された。 1930年には警察向けのモデルとして M18-30 が設計されている。これはセミオート射撃専用のカービン銃で弾倉の装填口が下部に移されボルトセーフティなどが追加されていた。M1915 機関銃航空機関銃として設計された M1915 機関銃は威力不足のため地上専用装備に転用された。 それでも拳銃弾を使用することに由来する射程や威力、相談数の不足、その他の航空機関銃としての特徴があだとなり、通常の軽機関銃としての運用は失敗に終わった。一方、山岳地帯で戦う山岳不評では軽量さが評価されたほか、ハーネスや土台を取り付けて突撃射撃に用いるという運用方法が考案され、その後も、 効果的な運用方法の模索が続けられていた。やがて、トリオ・マレンーン号に義師は、M1915 を単層化して、小銃様式の重症を取り付け、トリガーメカニズムを回収して片打ち銃とするアイデアを、考案した。また、ベレッタ M1918 の生産開始直後、オフィチーネ・ヴィラール・ペロサ社でも、類似の短期間銃の生産が始まった。ただし、 オベップ M1918 はベレッタ M1918 ほど大量には製造されなかった。1918年後半になってからアルディティブ体向けに採用され、スペイン内戦や第二次エチオピア戦争などで使用された。第二次世界大戦の勃発後も1941年頃まで使用されていたが、以後はベレッタ M1938A に更新されていった。 M18-30 はアルゼンチンの民兵や警察が購入、運用した。総生産数はすべてのモデルを合わせて4000兆から5000兆程度と言われている。また、ベレッタ M1918 及びオベップ M1918 の製造のために M1915 の大部分が解体された。配備が始まった正確な時期については議論があるが、一説には ドイツ帝国軍における MP18 の配備より数週間早かったとも言われている。ありがとうございます。